じゃあちょっとすいませんが、あの堂々な感じじゃない。お肉屋さんがやっている焼肉屋に焼肉を食べに来ました。ここは注文してからこうやって切って出してくれます。場所は千葉県の旭市です。これが黒毛和牛のローストビーフです。お待たせしました。はい、じゃあ丸腸の味噌のようです、はい、じゃあ並田のネギ塩です、はい、じゃあカルビになります、はい、じゃあお肉、はい、これが並田ネギ で丸腸粉で、これが前沢牛の肉ロースです。この昔ながらのこの感じがいいね。早速いただきます。これうまいわ。うまい。何限りでもこの厚さっていうか、こんだけ厚いんだ。やわらかい。まあ、あの1週間ぶっつけ比べれば全然、うん、これでかくていいね。前沢牛のリブロース。焼き上がった前沢牛のリブロース、これステーキいただきます。すんごい柔らかい、とろける、ふわっととろける、美味しい、最高です。ハンバーグが来ました。鉄板も熱々で、いただきます。ハンバーグです。やばい、うまっ。これが上カルビです。この油が出てくる感じがいいね。大丈夫そうだよ。もうこんぐらいでいいんじゃないの。好みだけど。うまいの、これやっぱり、うん、すんごい届けるような感じ。いや、うまい、これほんと届けるような感じ。牛煮込みができました。今日は醤油ベースにしました。